クロスモーン国立公園はカナダの大西洋側のニューファンドランド島にある国立公園でプレートテクトニクスなど地球科学の歴史が見られることおよび風景が非常に美しいことからユネスコ世界遺産に登録された1805平方キロメートルに及ぶ広さはアトランティックカナダでは2番目に広い国立公園である国立公園の名は ニューファンドランド島で2番目に高い山であるグロスモーン山から取った。山名はフランス語から来ており、孤立した大きな山、あるいは文字通り大きく憂鬱なとなる。グロスモーンは北米大陸の東岸に伸びるアパラチア山系の延長線上にありニューファンドランド島の西岸に横たわるロングレンジ山脈の一部をなす。地図テーブルランドこの地区の岩石の構造は、 北米の作り山運動や大陸移動の専門家であるカナダ人地質学者ハロルド・ウィリアムズにより多くが明らかになった。ここではプレートテクトニクスにより海洋地殻が乗り上げたことにより地表に海洋地殻の他マントル起源の岩石がむき出しになっている。さらにオルドビスキに海底の堆積物から形成された岩石や先カンブリア時代の花崗岩。 古生代の火星岩も見られる。この地域にある大きな湖、ウェスタン・ブルックポンドは直近の氷期である2万5千年前から1万年前にかけて氷河の侵食で形成されたフィヨルドである。この付近を打っていた氷床が溶けた後、氷床の重みで沈んでいた陸海が隆起し、フィヨルドから海への出口が閉ざされて、淡水湖となってしまった。 長さ3 0トルにわたる狭い湖は淡水で満たされ、世界の湖の中でもその水質は非常に純粋である。またこの湖には北アメリカ大陸東部で最も高い滝、フィッシングメアホールズが注ぎ込んでいる。トラウトリバーの町とティーポイントの町の間に広がる大地、テーブルランドはニューファンドランド島でも珍しい不毛の砂漠のような場所だが、これは 数億年前にプレート衝突によって地下から地上へ露出したマントル起源の観覧岩がテーブルランドを構成しているためである。観覧岩は植物類が生育するのに必要な養分をかき、このため荒れ地になっている。観覧岩はカルシウムが非常に少なく、マグネシウムが非常に多く、重金属が多く含まれ、植物には毒となる。寒卵岩は鉄分も多く、 このため岩表層は錆色になっているが中身は新緑色である。グロスモーン国立公園付近の山並海岸線沿いは強い海風や嵐のために萎縮してねじれてしまった頭皮やバルサムモミの森になっている。生物は大山猫、アメリカグマ、トナカイ、北極ウサギ、ア赤ギツネ、白ウワシ、ライチョウ、および外来生物で 生息数が増大しているヘラジカなどがいる。沖や湾内にはシノリガモなどウミガモの仲間やミンククジラなどが住んでいる。テーブルランドの不毛に近い場所での生態系で特筆すべきはピッチャープラントに代表される食虫植物が多いということである。ピッチャープラントは葉がウツボカズラのように変形し液体を貯めている。花に寄せられるなどして 葉の中に落ちた昆虫は死んで植物の養分になる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。